7月2日火曜日午後2時です。虹色キッズエデューの時間です。皆様こんにちは。モンテッソーリ教育専門塾の虹色キッズスクール、1歳からの音楽教室の虹色ミュージックスクールのみゆき先生です。いつもありがとうございますの方も、はじめましてよろしくねの方も、60分間お付き合いのほどどうぞよろしくお願い申し上げます。虹色キッズエデュー、沖縄の子どもたちが幸せな未来を生きるためにモンテッソーリ教育をベースにした教育番組です。この番組ではメッセージを募集しています。コメントはツイキャスというアプリで FM 宜野湾を検索してチャットから送信、またはメールで797@fmgino1.com へお送りください。 FM 宜野湾の YouTube と虹色キッズスクールの Instagram でもこの番組を配信しています。ぜひご覧ください。はい、本日は FM 宜野湾のマナさんと話す回ですね。マナさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日のトークテーマは、はい、モンテッソーリ教育を受けた人々の感想ですね。もうあの教育をすでに受けた方々からの感想ですね、はいはいはい、とそれからモンテッソーリ教育をあのピアノ指導へ生かす方法。私はあの 7,8 年前からそれをあの実践していて、かなりあの子どもたち効果が、指導の効果上がったなっていうふうに思っているので、それを少しお伝えしたいのと、はい、とあとあの今日は1年間でちょうど真ん中の日、はいはい、あ、7月2日ですか、ね、2日、うん、が折り返し地点らしくて。あ、そうなんですね。なんかね、そんな、なんか半年の成果などなんか考えてみたいなと思うんですけど、早いですね。ねー、よろしくお願いします、はい、であの先週ね、FM 宜野湾の社長さんの山内一郎さん、ゲストに来ていただいて、はい、うんうん、対談でした ね、うん、対談で、あの、まあ、教育、この教育番組なので教育っていう視点で、はい、あのいろいろ聞きたいなと思ってたんですけど、まあ、経営者としての目線での教育はあの人材育成なので、うんうんうん、それについていろいろのお話伺ってました、はい、はい、なんか私としてもなんか山内さんとなんかすごい興味深い話がいっぱいできたなと思って、うんうん、すごい楽しかったので、はい、またなんかね、来ていただけたらいいなと、ね、はい、すごい、なかなかね、うんうん、お話聞くことないので、こうやって私も、ね、楽しかったです ね、うん、改めて社長さんの考えを聞いてどうでしたか、うん、ね、でも、まあ、そのどういうふうにしていきたいっていうのはちょこちょこスタッフ間で話したりはするので、うんうん、なんかそんな、なんかその延長線が聞けて、はい、私もあ、なんかこういうビジョン目指してるのかなとか、うん、やっぱりトップの人がね、その、はい、そういう分かりやすい方向を示してくれると、はいはい、私たちもじゃあどう動こうとか、うん、どう動いた方がいいかなっていうのを考えられるので、はい、大切かなって思いますね、こういう気持ちとか聞くのも。そうですね、うん、そしてマナさんめちゃくちゃ褒められてたしですね、照れますね、あれは頑張んなきゃとか思っていやでも褒められたら頑張りたくなりますよね。そうですね、もっともっとなんか自分のできることを増やしていきたいなと思っておりますが、うん、ね、はい、とってもいいことですね。はい、おかしランドさん、いつもありがとうございます。ギノワンダフォー、はい、今日も元気に放送頑張ります。さあ、それではあの、ね、一番最初 あのトークテーマ、はいはい、モンテッソーリ教育を受けた人々の感想ということで、私の周りにもモンテッソーリ教育を受けて育った人が結構いたりして、はい、で、なんか、うん、それの話とか、あと、まあ、ネット上でね、はい、名前が出てくるような有名人たちもモンテッソーリ教育受けて、はい、なんか自分の人生にこういう風に生かされたよみたいな記事が上がってるのをちょっと持ってきたので、うん、それも紹介したいなと思っています、はい、で、私の友達、ね、大学時代の、はい、同じ声楽の子で、はいはい、今東京の方でお料理教室とか、はい、お料理 の、 あのレストラン、はいはい、もあのイタリアンレストランしてるあの友達がいて、はい、その彼女も子供の時にねモンテッソーリ受けて、うん、すごい楽しかったっていう覚えがあるって言って、あ、すごい、うん、でね、彼女のねやっぱり手先器用だし、とっても、はいはいはい、で味覚がすごい優れてるの。へー、
まあね、まあ、そういうなんだろうのもあるのかなって思ったり、なんかこういうモンテッソーリによって感覚が研ぎ澄まされるみたいな、はい、うん、あったのかなって思ったりして、だいたいなんかね、私の友達でモンテッソーリ教育受けたあの友達は、はい、幼い頃のことよく覚えてて、あ、そうなんですね。そう、記憶あります？いや本当に4歳5歳ぐらいの時の学習っていうかの記憶って、うん、本当にもうどんなやつなんかおもちゃとか、うん、どんなやつ持ってたかなとかなんとなく覚えてますけど、うん、なんかやった記憶があんまりないですね。こうやって学んだみたいな。ねえ、うん、そうですよね。でもモンテッソーリ受けた人たちって覚えてるんですよ。へえ、どういう、まあ、どういう、うん、使ってとか。そうそうそう。どういう教具を使ってどういう風なお仕事をして、うん、どう楽しかったかって鮮明に覚えてて。すごい。だからやっぱりこう何回ももちろんね、本当に何回も何回も繰り返すことがモンテッソーリの中で大事って言われてて、やっぱ中途半端に、はい、お仕事って呼ばれるこの学習を終えていくわけじゃないんだけれども、うんうんうん、繰り返し繰り返し、まあ、よく言われるのは筋肉に記憶させるまで、はい、うん、繰り返しやるから、まあ、それがいいのかなと思います、うんうん、普通の教育だと大人がね、だいたい復習の回数とか、はい、うん、次のステップこれだみたいな感じで大人が決めるから、うんうんうん、それ記憶なんかさせられてるから記憶に残りにくいのかなって思ったりもするし、なるほど、やっぱり自分で覚えたいとか、うん、なんか自分でやって覚える方がやっぱりなんだろう、入りやすいんですかね、うんうん、でそこの興味に合わせたところで、うんうん、好きなこのお仕事に取り組むから、はい、やっぱり吸収率もいいし、お、うん、そういうのはね、よく私が言う敏感期っていう言い方するなんだけど、はい、その興味があるときにやると、はい、もう本当に、ね、2週間ぐらいでひらがなとか覚えちゃうし、全部覚えたいって子供が覚えれば2週間で覚えるの、ひらがな、カタカナも読め、うん、書くのはもう少し時間かかるかもしれないけど、うん、読むのはマスターしちゃう、早いよ、すごい、ね、なんとなくね、小学校に入ってからとか、なんかね、その幼稚園のちょっとした絵本とかでっていうんですけど、うんね、イメージですけど覚えるの、うんうんうん、覚えちゃうんですね、覚えちゃいますね、やろうと思えば、そうと、あとはよく私 の、 仲のいい友達、中学校の同級生で、はい、アメリカでER の、ER、救急医療の小児のね、うん、専門医をしてる友達がいて、はい、で彼女、まあ、最近ね昔そのモンテッソーリ受けてたっていう私は知ったんだけど、うんうん、でそう、彼女ね、中学生の頃からねすごい頭良かったの、うんうんうん、で もちろん私とっても仲いいんだけど、はい、で試験勉強とか一緒にするでしょ、はいはい、で、まあ、歴史のさ試験とかって範囲が広いから、うん、私は覚えるの必死なわけ、興味なくて、うんうん、なんか覚えられないんだけど、はい、彼女はもう読んだだけで覚えちゃうから、うん、すごくない、読んだだけで覚えるって、なんかね、どんな風に記憶してるのかわからないけど、それで一緒に勉強すると、はい、まあ、高校生になってもね、違う高校行ったんだけど、一緒に勉強しようとかって勉強を一緒にするんだけど、試験の時とか、はいはいはい、何質問しても答えるからもうつまんなくなって、はい、何ページに載ってるのは誰の写真だとか、なんかそんな質問してたよね、超難しそうまあでもそれぐらい頭良くないと医者にはなれないよね、きっとね、うん、確かに確かに、ね、もう臨床結果とかね、いっぱい出てくるから覚えないといけないし、でね、その彼女がよく言うのはね、やっぱり楽しかったって、もうそのお仕事がとってもとっても楽しかったって言ってた、はい、うん、覚えてるんですね、その子供の時に楽しいって感じたことを、うん、大人になっても、ね、そう思い出せるってすごいな、そうだからその、うん、だからその幼い時に学ぶって楽しいっていう、うんうん、そういうもう体感してるから、はい、勉強するのが楽しいんだよね、きっと、あ、なるほどなるほど、うん、と思う、で中学に入ってね、うん、彼女はクラスのトップ、うん、で私たち全寮制の学校行ってるから、うん、学年1クラスしかない、なるほど、で女子16名だったかな、はいはいはい、男子も同じぐらいで、なんか30名ちょっとが
1年あ3年間か、うんうんうん、1クラスで持ち上がるんだけど、でその彼女はそのクラスのトップ、いつも男子の女子も総合してトップ、はい、で私は一番下から2番目、意外ですねそれは本当に勉強苦手で、でも後々大人になってその中学校の時の先生に聞いたら、はい、あなたが頭が悪いんじゃなくてクラスのレベルが高すぎたんだよって言われて、あ、なるほど、そうか、なるほどねと思って、納得したけど、で、そのでもその彼女がその最近ね、あのいやでも実はあのみゆきの方が IQ 高かったよねって言われて、そうだなと思って、あの学校の先生に呼び出されたの、中学校2年か3年の時に、はい、で学校の中であなたが一番 IQ が高いですって、でもなぜそんなに成績が悪いんですかってえ、先生に呼び出されて、呼び出されてその話をされたんですか。そうそうそう、本当はだからもっと頑張ればできるはずって、なんでそんなに勉強できないの、ってなんか言われたのをその彼女に、あの最近ね言われて、はい、思い出して、でその彼女がなんか私とあなたと何が違うと思うって、だから、そしたら私はモンテッソーリを受けたから、なんか子供の時に勉強楽しいって思ったから、ここまで伸びたんだと思うって、あなたより IQ 低いのにって言ってて、はいはい、なるほどなと思って、あ、なんか私もモンテッソーリ受けてたら、もっとこの持って生まれたその IQ っていうの、はい、素質のまま、もっと開花してたかもしれない、お医者さんになれたかもよ。ですよね、お医者さんより IQ 高かったってことですかね、へえ、すごいでも十分に開花されないまま大人になって、やっぱり勉強苦手っていうか嫌いだったんですかね。嫌いだった、とっても、で、あの算数は、ここでも話したことあるけど、クモン、ね、お母さん母親がクモン教室を私が2歳の時からやってて、で、あのクモンってね、算数教育から始まった教育だから、寺子屋教育みたいに、そのクモン徹さんっていう高校のね数学の先生が、自分の息子があの算数の成績が悪くて、で息子に教えるうちに近所の子たちが私も僕も教えてって言って集まってきて、そしたらその公文徹さん の, あの算数の授業っていうかね、お家でのなんか寺子屋みたいにして教えてるのが、あの受けてた子どもたちが相当伸びて、でそれで素晴らしいって言って公文教育っていうことになってたわけね。じゃあ公文って名前だったんですね、人の。あ、そうですそうです、公文徹、公文徹さんっていう人の公文で公文教育なんだけど、で私もだから母親がその公文をやってたから、私もやったんだけど公文、結局なんか割り算の筆算になった途端、引き算は間違えてる、小の立て方も間違えてる、でもう分かんなくなって、でプリント、あ、クモンのプリントって見たことある？多分あるかな。どんな感じでしたっけ？あの裏表にね、算数の計算とか書いてあって、で、ね、1枚でね、どれぐらい問題あったかな、30あったかな、まあ、それぐらいなんか結構問題書いてあるんだけど、多いですね、それがね、全部×。えぇせっかくやったのに、逆にすごいですね、で5枚綴りとかで全部×なの、引き算全部間違えてて、繰り下がりを、もうそれで嫌になって、もうそこでやめちゃうんだけど、公文自体は、でももう国語も読書するのも嫌だったから、今すごい本好きでよく読むんだけど、そうそう、高校生ぐらいまで全然全く本読まない子だった。へー、本当に小学生の時はスイミングか、まあ、ピアノも行ってたか、ピアノか、はい、習い事は、あとはもう公園で適当に遊ぶか、なんかそれぐらいしかしてなかった。じゃあ本当に、ね、勉強できてたら全然違ったんでしょうね、と思うよね、このモンテッソーリ受けてて、だから、で今その子どもたちに教えるためにモンテッソーリの教具の使い方とか、まあ、概念も勉強するけど、本当にいい教育だなと思って、なんか私も本当に受けたかったよねって思う。で昨日もちょうどあの夏休みのこのサマースクールの宇宙のやるじゃない、あれであの天体模型を作るんだけど、その模型を
のね、あの、まあ、デモ作品っていうの、ああいうの、なんていうんだっけ、見本を、うん、作ったんだけど、はい、もうすごい楽しくて、子供の時に受けたかったなと思って。みゆき先生も作ったんですか、実際に。うん、作った一緒にね、一緒に授業する人と一緒に作ったんだけど、はい、ね、理科の時間とか天体の勉強入る前に、はい、あれをやってたら、うんうん、もう少し興味を持って授業を聞けたのになとか、うん、あ、なるほど。そう、きっかけだよ ね、 ね、この興味のこのフックかけるっていうか、うん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 、興味づけ、種まきがなんかねされて出たかったな、私の子供時代って思った。うん、うん、そう、カシランドさん、過去の記憶は辛かったりすることが残りやすいとよく言われますが、楽しい記憶が多いといいですよねって。そうですよね、確かに。なんかピアノ習ってたけど、うん、なんか怒られてばっかだったなっていう記憶とかは残ってるんですよね。なんかすごい嫌だったなとかっていう記憶はなんとなくね、うん、染みついて残ってるんですけど、うん、それがね楽しいことばっかりって、ね、羨ましいな。ね、羨ましいよね、うん、本当にそう思いますね。でね、それは身の回りで、はい、そのモンテッソーリ受けた人たちの感想なんだけど、はい、でここからはもう誰が聞いても名前知ってるっていう人たちもモンテッソーリ教育受けてて、まずアマゾンの創業者のジェフ・ベゾスさんが、はい、まあ、そこに通ってたんだけど、で公共の場でね、この彼が話してたっていうレポートなんだけど、はい、そう、なんか自主的な学習と検索、探索する、自分で調べていくとかいうね、はい、そういうカリキュラムがあるんだけど、そういうモンテッソーリのアプローチが起業家としての努力に必要なスキルを身につけるのに役立ったって言ってる、うんうん、とか、まあ、Google の創業者のラリー・ペイジさんとセルゲイ・ブリンさんっていう人、この2人もモンテッソーリ教育を受けてるんだけど、はい、うんうんうん、でこの2人もこの自分の興味のままに学ぶことができたことが、うん、この Google の革新的な文化に貢献したと思ってるって、言ったりね、とか、そうそう、でイギリスのね、王室の今のね、子供たちもみんなモンテッソーリ教育受けてるんだけども、はいはい、それはその王族としてね、ちゃんとしたこのなんていうんだろうな、こう自立性とかね、うんうん、なんかそういう責任のある立場に立つっていうのが、はい、そのモンテッソーリ教育の考え方にぴったり合ってて、うんうん、だからそこをモンテッソーリを受けることに決めたとかね、なんかそういうふうに話してます。お、なんかそんな著名人の方が、うん、揃ってね、このモンテッソーリ受けてるっていうのは、うんうん、なんかやっぱりつながりというかね、うん、あるのかもしれないですね、うん、でこの人たちが口を揃えて言ってるのは、はい、やっぱり興味のままに、うん、思いっきり集中して、うん、その幼い時に、うん、なんか探求できたっていうところですよね。公共 の、 日本の、ね、公立の学校とかだとやっぱり時間割り決められてるから、はいはい、朝来て、はい、今日は国語ですよって先生に言われてから国語を学ぶ、算数を学ぶ、しかも国語も、まあ、ある子によっては最初の15分 なかなか気持ちが乗らなくて、はい、ぼーっとしてたりすることもあるかもしれない、はい、で45分ぐらい経った時にやっとスイッチが入って、さあ今から頑張るぞっていう時に終わっちゃったりね、はい、終わっちゃうっていうこともあるかなと思うから、やっぱりこのね、集中するそのタイミングとか長さって人それぞれだから、はい、からそういう意味ではそのモンテッソーリのその学校とかね、塾みたいなところだと自分が好きなだけ集中できるから、うんうんうん、いいんじゃないかなって思うよね。やっぱりなんかスイッチ入れなきゃいけないけど全然、あ、ダメだこれって思うこと、やっぱりなんか大人になって気づいて、うん、なんか子供の時も多分そうだったはずだけど、うん、もうこの決められた、ね、うんうん、時間に沿ってなんとなくこなして、その時間が意味があったのかって言われたらちょっと意味ない時もあったんじゃないかなって思いますよね。確かに、なんかだからダラダラねやるよりはね、
今っていう時に10分15分ね、はい、やった方が成果が上がるもんね。うんうんうんと思いました、うん、なんかすごい、うん、でアメリカのね、あのその私の親友のお医者さんの娘も、はい、うん、アメリカでモンテッソーリの小学校通ってるんだけど、で学校に出てきて、はい、今日ちょっと眠り足りないなとか、うん、寝ていいんだって。へえ、学校で、まあね、自分でカリキュラム決めるからその日。あ、なるほど、うん、でドッグベッド、あの、はい、大型犬が寝るようなクッションのベッドが、はい、丸いベッドが、うんうん、あの部屋の片隅に置かれてて、はい、でそこに時計を置いてあって、ストップ、うん、あ、タイムウォッチ、なんていうのあれ、あ、ストップウォッチ、あ、ストップウォッチ、そうそうそう、ね、うん、とかあと砂時計でもいいんだけど、はい、なんかその置いてあって、うん、でその、まあ、例えば10分で決めたら、はい、10分間そこの犬用ベッド、ベッドで、ね、犬用ベッドって言うけど犬は 寝ないよみんな子供たちが寝るんだけど、はい、その柔らかいクッションで10分間 寝たりできるらしい。へ、うん、でまたサージャーやろうかって自分でスイッチ入れて、うん、また授業に戻っていくっていう形みたいで、うんうんうん、へ、うん、いいよね。だからなんか大人になって最近見たニュースが、この長時間労働がいいのか悪いのかとか、うん、なんかそういう、まあ、その経営者が語ってるような番組を見たんですけど、うんうん、やっぱり皆さんその長さじゃないとか、うん、このなんだろう、そのいかに集中してなんか物事を取り組めてるか、うんうんうん、なんか時間じゃなくてその密度とか結構大切なんだなと、うんうん、そうですよね。なんか子どもたちもこの小さい時からこの密度が濃い、うん、濃ければ濃いほどすごいいいんだろうなって思いますね、うんうん、本当にそう思う、うんうん、だから小学生とかは来たらねプランを立てるわけ、その日に、うんうん、その日にで75分間ねって言うけど、まあ大体みんな90分ぐらいいるんだけど、はいはい、時間決めたとしてももうちょっとやりたい、もうちょっとやりたいで結局もう時間過ぎてるからねって声かけて、うん、90分ぐらいでしぶしぶ帰るって感じなんだけど、うん、もっとやりたいってね、美しいよね、なんかそういう発言もね。うんうん、でそれである子はね、もう来る前から頭の中で計画立ててるわけ、はい、だから時間がもったいないって言って、うん、来るとすぐにわーってプラン書いて、はい、すぐお仕事に取り組む。へー、でもちろん新しいことも学んでもらいたいから、うん、提示する時間があるわけ、はい、この子が計画を立てた以外にも、うんうん、あの講師教師っていうの、私たち側からこれも教えたいな、これも学んでほしいなっていうのを10分ぐらい時間もらってこの子どもたちから提示をするから、はい、それはこの子どもたちのプランに入ってないわけ、だから余計な10分じゃない、うんうんうん、だから彼女たちの時間が10分短くなってるわけよね、うんうんうん、だからあの、まあ、彼女たちもなんかね、もっとやりたい、もっとできるはずだったのに定時の10分があるから時間が短くなってるって体感があるはずよ。あ、そうですよね。それでもうちょっともうちょっとなってなるんだけど。あ、そっかそっか、うん、で、まあ、そういうすぐ来てスイッチ入る子もいれば、うん、最初の10分15分、うん、その来るまでにねやっぱり学校行ったり、はい、まあ、他の塾みたいのも行って来る子もいるわけ、うん、そしたら頭の中もいっぱいなわけね、もう、そうですね、うん、キャパシティ超えてるから、うん、そしたら来たらもう一番最初はとりあえず粘土こねるみたいな、あ、精神を落ち着かせるために粘土こねる、はいはい、でどれぐらい何分までに何分までこねるって聞いたら15分か20分はこねたいなみたいな感じで時間決めてこねて、うん、もう落ち着いたら気分もすっきりする、そして表情も変わるし、うん、眠そうにしてたのがすっきりした顔になるから、うんうんうん、あ、脳が整理されたんだなと思って、でそこからは新しいことに取り組めるよね、はいはい、うん、やっぱりその整理する時間とかも子どもたちもね、うん、いっぱい情報があるから、うん、必要ですね、うん、うん、なんか私が子供の時に比べたらさ、めちゃくちゃいっぱい習い事してるから、あ、やっぱりそうなんですね、うん、すごい、だってね土曜日とか日曜日とか3つ掛け持ちしてるっていう人もいるし、あ、そうなんですね、うん、平日でさえ学校行って、まあ、クモンかソロバン行って、うんうんうん、キッズスクールっていう子供たちもいるし、でスイミング行ってピアノに来るとか、
いる。でもあまりにもやっぱりね、子どもたちの様子見たりとかして疲れてるなと思ったら、はい、スケジュール聞いて、うんうんうん、こちらからね、保護者の方にあの時間とか提案することはもちろんある、はい、あ、なるほど、うん、でピアノで関して言えば30分じゃない、はい、ピアノのレッスンって、うんうん、だから他の習い事よりははるかに時間短いわけ、はい、だから保護あのピアノレッスン受けたことない保護者は、経験ない保護者は、30分だから頑張れるよねっていう感じで連れてきてくれるんだけど、はい、ピアノってさ全感覚使うじゃない？いや本当ですね。視覚も使う、うん、で見たものを情報処理しないといけないまず、うん、で情報処理したものをアウトプットしていかないといけないし、そうですね、でそのアウトプットしたものをまた自分の耳で確認して、はい、それが正誤合ってるのか正しいのか誤ってるのか、うんうん、また自分で判断してやるっていうのをずっと30分やってるから、はい、まあ、相当頭も使うし、はい、でまた先生からも指摘されるっていう精神的な疲れもあるから、うんうんうん、結構大変なんだけど、ですよね、30分もすごいなって思いますもん、うん、このちっちゃい子たち、うん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 、ねえ、偉いよねと思うけど、うん、なんか、うん、まあということでどういう締め方なんだって感じだけどでもあのね、あのモンテッソーリーはね、あのとても素晴らしいよって、はい、私の友達も言ってますし、もうねすごいですね本当に、うん、Amazon とかね、うん、あのその Google の創業者たちも口を揃えて言ってるので、うん、ね、気になる、自分がもしやってたらどうなってたのかなとか、うん、ねえ、はい、なんかいろいろ私も子供の時に戻ってみたいなって思うですね、気になりますはい、じゃ あのここでね、あの今日の一曲目を、はい、リクエストの1曲目をお届けしたいんですけれども、ドボルザーク作曲、ちょっと夏に合うのか合わないのかドボルザーク重いからねそうですね、自信、うん、なんかね冬に聴きたいような音楽だけれども、はい、ドボルザーク作曲交響曲第9番新世界より4楽章なんですけれども、なぜこれ選んだかっていうと、うん、あの虹色ミュージックスクールはね9月に発表会があるんですよ、毎年、はいはい、で毎年小学校1年生から3年生までは鍵盤ハーモニカでこういうクラシックの有名な曲を分奏するっていうのをやってて、もう強制参加なんですね、はいはい、じゃあ皆さんやるんですね、そう、発表会出るなら、うん、そう練習一緒にね、あの有名な曲少しでも覚えてやろうよって言ってやるんだけど、もちろん全部じゃないですよ、あの抜粋して、で今年はね多分6分ぐらいなのかな、うん、そうなんですね、結構長いよ、うん、すごい、うん、でそのね今回はその新世界より第4楽章をやるので選びました、はい、お聴きください。かっこいいね、ちょっとテンポ早めだね、ありがとうございます、ね、今の子どもたち大変ですよね、そう思います、うん、はるかに私よりも忙しい生活してるんじゃなかろうかって思いますけど、あと親の過大な期待が重そう、確かに期待も大きいですね、うん、あのなんかね特徴的なのが子どもがね、それで通知しますかって出るんですけど、うん、これ通知するで、はい、見れませんねって来てる見れましたか頭のさん失礼しました、
宜野湾市ヒルズ通りにある FM 宜野湾からお届けしています。虹色キッズエデューパーソナリティのみゆき先生です。私は、宜野湾市の内泊りと益城の方で音楽教室を2つとモンテッソーリ教室を1つ運営しています。でこの虹色キッズエデューはモンテッソーリ教育の視点からいろいろとお話ししてます。今日はあの FM 宜野湾のマナさんと2人でおしゃべりをする回で、はい、前半はモンテッソーリ教育を受けた人々の感想ということで、私の周りにいるあのお友達やお友達がモンテッソーリ教育を受けてたので、その方々から の、はい、あの子供の時の楽しかったよっていうお話とか、またあのね、Amazon とか Google の創業者の皆さんもモンテッソーリ教育受けて、その公共の場でどう、あの自分たちのこの自立心とか豊かな発想力はモンテッソーリ教育に由来しているものだと話しているので、うん、そういうことを、ね、お話ししてました。はい、でここからはモンテッソーリ教育をピアノ指導へ生かす方法をあの少しお話ししたいなと思ってます。うんうん、私はあの音楽教室が経営12年で、モンテッソーリ教室の方は2年目なんですけれども、でモンテッソーリ教育は、私が運営しているこの教室の中でやっているリトミックの中にも含まれてて、であの、まあね、本を読んだりしてモンテッソーリ教育とはこういうものだっていうのは、はい、7、8年前から知ってた。ですごいその本を読んだ時点でもすごい感動して、うん、何冊も買ってモンテッソーリ素晴らしいと思って、であのその考え方とか方法を少しずつ幼児のピアノの指導に生かして、もちろんあのリトミックの要素も含んだんだけど、であのそのピアノ指導に生かして、でそれがあのすごく評判が良くて、はい、で、まあ、評判いいってあの保護者の方からももちろん評判いいし、あとはあの働いてる指導者の先生たちからも評判良かったし、はい、で私が、ね、最初は自分 の、 あの受け持ってる生徒さん 2、3 人から実証みたいな感じで、はい、まあ、実験って言ったら申し訳ないんだけど、はい、この子たちにこれを試したらどういう風に育っていくかなってみたいっていうのでやると、この 2、3 人が本当によく伸びたから、でこれを教室全体でやってみた、はい、でまた全員すごいよく伸びた、うんうん、でね、今この子たちがもう4年生とか5年生ぐらいになってるかな、もう7、8年前に試してるからね。あ、なるほど、うん、あの本当によく弾ける。へ、でね、これを試すようになってから3歳ぐらいで入会した子たちで、はい、だいたい平均して3、4年生ではブルグミュラーで、うん、あの中級レベルにはいけるようになって、でよく練習頑張ってくる子とか勘のいい子がそこに入れるっていうのは分かるんだけど、だいたい誰でもいけるようになったっていうのが、練習してこなくても、こんな言い方ちょっとあんまり良くないかもしれないけど、教室でだけ練習する子、または発表会の前だけ練習する子でも、そのやり方を取り入れて育てた子たちはあの本当によく伸びた。へー、うん、であのまあ、何をしたかっていうと、まずはあの教室の環境を変えた、はい、子どもたちが自分であの物を取れるようにしたりとかしたとか、はい、あとはあの先生たちに協力してもらって子どもの持ち物に触らないっていうのを徹底した。まあ、例えば玄関口で、はい、なんかお母さんたちがそのうちの子のレッスンよろしくお願いしますってお子様預けてくれるよね、はい、でその時にバッグを先生に渡す保護者の方がいるわけ。あー、なるほど。あの子供に持ってもらわないで、はい、車からそのこのバッグを持ってきて先生にそのまま手渡しする保護者がいらっしゃるんだけど、はい、そのバッグをまず受け取らない、はい、子供に持ってもらう、あの、あなたの持ち物ですよということで子供に持ってもらう、で子供があの席に着いたら今日はどこやるのかなって子供に教えてもらう。ですね、おー、うん、どこまで、この間はどこまでやったんだっけって言って、はい、先生に教えてみたいな感じで、うん、子供を主導にしていく。うん、で、あ、でもね、大きなカリキュラムはさこっちで立ててるから、はい、あのま、全体的にはあの私たちが望んでるところに
導いていくんだけど、うん、細かいことを全部子どもたちに決めてやってもらうようにしたのね、はい、でそれをモンテッソーリで言うと人的環境っていうんだけど、大人が子どもに関わる関わり方、うんうん、子どもができることは全部やってもらう、うんうん、どんなに遅くても、うん、準備にたとえ10分かかろうが、はい、30分のレッスンのうちで10分って言ったら、はい、3分の1でしょ。そうですね、今日もうこんなに時間過ぎてるけど大丈夫って思うことがあったとしても、はい、入会したての子の最初の3ヶ月間はもうそれができるようになるまでもうあのレッスン進めちゃいけませんって先生たちにお願いして、はい、それができるようにしてからレッスンに入ってもらうようにした、うん、で、まあ、それをするようになってから子どもたちもねすごい変わったし、うんうんうん、でね、1年ぐらい受けるとそういうふうにレッスンを、はい、私俺何でもできるし、得意得意っていう気持ちになるので、うん、その気持ちを作るのが一番ベース、はい、できるとか分かるとか簡単とかっていう気持ちを作ると、うん、あとはもう何もしなくても練習してきてくれるようになるから、うんうんうん、で、まあ、練習してこない子もいるよ。でもそれはもう生活が忙しいから仕方ないよね、うんって、うんうんうん、思う。あとはもう話し合ってどこに生活のどこに練習を組み込むかは子供に決めてもらうようにもしてるし、うん、さっきのプランね、モンテッソーリの子たちもプラン立てるじゃない、はい、それと同じように1週間の、スケジュールがあって、はい、そういうノートがあるんだけど、はい、子供たちが自分でスケジュール立てるノートがあって、そこの中のどこだったら練習時間取れるって言って、まあ、一緒に計画を、はい、でそれ通りに実行できるかなっていうのを繰り返していくんだけど、はい、お頭ランドさん、モンテヒストリーとモンテストリー、モンテストリー、モンテストリーですね、すいません3回言ってしまった。ピアノ指導の掛け合わせなんですね。うん、掛け合わせました。すごい相性いいんです、本当に本当に。であとはね、その人間の能力ってこのモンテストリーの考え方で言うと、はい、感覚が発達した分量だけ才能が開花するって言われてるので、感覚が発達してないことには才能は開花しないんですよ。うん、なるほど、うん、私のこの IQ が生かされなかったのは多分そこだと思う。感覚が育ってなかったんだと思う、はい、だから視覚も聴覚も、まあ、レッスンには嗅覚いらないかもしれないけど、五感を研ぎ澄ますっていう意味では、まあ、嗅覚もで、一番大事なのは触覚、指先の感覚、うん、触ったピアノの鍵盤を触った時の感触とか温度とかを記憶できるか、はい、でそこのベース作りをしてから、うん、その技術っていうところを乗せていかないと開花しないので、はい、その感覚教育が大事で、そこの感覚あの期間をね、発達を促すような、はい、そのやり方を取り入れました。うん、であとはね、あの教材を取り入れるときにアウトプットの分量に注意した。やっぱりレッスンってどうしてもインプットが多いから詰め込んじゃうのね、はい、だけど人のこのインプットアウトプットの黄金バランスって7対3ぐらいだから、どっちが7だと思う？でもインプットが7なのかなって思いました。逆です。逆ですか？3インプットして7アウトプットしないと。あ、そうなんですね。アウトプットが7割。7割だから復習が必要ってこと。あ、繰り返し繰り返し同じことを何度もアウトプットするっていうのが大事。入れても入れても忘れるから、うん、だから30分のレッスンの中で30分間詰め込めても、うん、結局は10分ぐらいしか覚えてないってこと。うーん、残りの20分はうんうんって言ってるけど、お腹空いたなとか空は青いなとか、はい、海が綺麗だなとか、そんなことを考えてるってことね。確かに。でその中ね、アウトプットの分量をね増やしました、はい、レッスンの中でですか？レッスンの中でそういうワークを作った、うん、オリジナルの教材を、うん、それで格段に譜読みが上手になりました、はい、だから手順飛ばさないことね、はい、必ず一個ずつ一個ずつ進めていくっていう。で、なんかこの間あの音楽の先生方にアンケートを取る機会があって、なんかどういうことが困ってるか、その自分のレッスンの中でっていうのを聞いたら、やっぱりね、あの譜読みが苦手、まずこれ一番もう
なんかダントツに多いと思う。それだからアウトプットが少ないんだよね、はいはい、もうインプットして引かせることだけに集中してしまってるから覚えられない、うん、で、あとは視覚が育ってない、まだ 目がよく見えるようになってないのに、うん、見えるって言ったよね、あのなんていうの、物が見えるっていう意味じゃなくて、そのたくさんある情報の中から見たものを脳で処理するっていう感覚がまだ育ってないのに、慌てて難しいその子の能力をあの飛び越えた曲を弾かせることでどんどん譜読みができなくなる、まあ、弾くのはできるんだよ、あの手で覚えればいいから、なんかそれがどんどん進んでいったら譜読みができなくなる。で、あとは集中力が短い、まあ、集中力短いのもね、あのこれ人的環境だよね、多分集中しようと思ってる時に隣からやや言われて集中するっていう経験がなかった子どもたちがそのまま大きくなった。あとすぐにできないと言って諦める、これも同じ、うん、大人からの関わり合いで自分はできないと思わされて育ってしまった。で、あと右手左手別々の演奏とかできるけど両手になるとできない、うん、だから手の感覚と脳がつながってない、はい、で左右上下 あの感覚がつながってない、うん、右左がよく頭の中で分かってないってことね、うんうんうん、だからそういうのも経験不足、感覚器官が育ってないまま、うん、そのまま来てしまったっていうことね。あと物の扱いが乱暴である。あ、これも、うん、あの先生からの見せ方で乱暴にするか、はい、子供のうちってスピードがものすごく速く見えてるから、はいはい、あのコップを普通に大人が置いたとしても子供から見たらものすごいスピードで置いてるように見えるわけ。おだから、うん、大人は本当にゆっくり見せてあげないといけない。変わる、とっても変わる。あのリトミックレッスンの時にね、物を片付ける時に毎回こうやってゆっくりあの鈴入れるんですよって、本当にあの箱の中で鈴入れる時とかゆっくり見せてあげると1歳児さんでもゆっくり最後まで丁寧に片付けることができるようになるから、ね、そういうことをやってます。なるほど、うん、高本さん、大人でも乱暴な扱いする人いますいますよね私も本当に身近な人にいます、乱暴な、もうドアもバターンって閉めたりコップもバーンって置いたりして確かにゆっくり置けないのかなって思って、まあでもそういう育てられ方して大人になってるからね、まあ、仕方ないとは思うんですけれども、はい、では時間も迫ってきてるので、はい、ここでリクエスト曲2、ドヴォルザーク作曲スラブ舞曲集オーパス48第1楽章、あ、第1週より第8番トタン調というちょっと長い難解な名前がついてますけれども、まあ、非常に楽しいあの音楽です。でこれはあの発表会で私たちがあのリトミックの中からプラスティックアニメっていうのを毎回年少から年長さんにやってるんですけど、あの音楽が見える化したもの、ダンスみたいな感じなんだけど、うん、あのまあ、リズムとかあと音楽のイメージに合わせて動きをつけたものをやってるんですけど、今回はこの曲がテーマになってるので今日はこれを聴きいただきたいと思います。あ、もうこの曲難しいの、すごいですねこれ、これ1拍子になったり3拍子になったりね、結構ねあの取りづらい高本さん、音楽が嫌いになった一つの原因、何単調とかわからない記号で言われるため、まあ、あのそういう時は耳を塞いでおいてください音楽だけ聴けばいいと思います。この音楽聴いたら楽しい曲ってわかりますよねあと脳の構造かなとか、どの話題の時だったかな、そうですね、でも脳の発育を無視してレッスンを進めちゃうから、そのうん、脳のそうあのね構造を知らないとなかなかレッスンで、ね、進めるの難しいので。今日って格言とか行きます？あ、格言はね行かない、うん、あとはねもう7月2日はちょうど真ん中らしいような話して、はい、分かります。 あ、うん、あとあれ何バーベキュー、あ、なんていうのこれ、そうですね、夏祭り、夏祭りの話をしたいなと思って、7月6日の、そうですね、なっていう題名、一応 FM 的のは夏祭り、そのままで、はい、
ちょっと曲は終わります。はい、今日、着物花さんってお休み？火曜日休みだったかな。多分定休日だったかな。浴衣決めてなくて、さっき、そっか、今日終わったら見に行けるかなと思って、さっき電話したけど繋がらなかったからお休みなの。お菓子ランドさん、モンテストーリー、モンテストーリーです。ピアノは反復練習の中でモンテストーリーの自由意識を取り入れることがとても斬新ですね。練習の、ね、回数とか分数とかも子供に決めてもらってます。何回か好きなだけ、うん、1回はノーだよって言って2回以上みたいな感じで、うん、虹色キッズエデュパーソナリティのみゆき先生です。今日はモンテッソーリー教育のことと音楽教育を掛け合わせたこととかお話ししてきました。まあ、あと5分ぐらいなんですけれども、はい、昨日かな今日の朝かなニュースで、ね、7月2日の12時がちょうどこの1年間の真ん中ということで、はい、意外となんか6月とか思ってたんですけど、なるほどなるほど、日で考えると7月2日なんですね。うん、だからもう半分終わったのと思って、ですね、早くない？折り返しに来ると なんで焦っちゃうんでしょうね。やばい終わるみたいな。うーん、早いよね。今年なんか目標立てたかなって振り返って思って。お、立てるんですか毎年？毎年立てます。必ずこれはやりたいっていうのは立てるんだけど、今年は多分なんか淡々と過ごそうみたいなことだったと思うんです。あ、意外ですね、うん、淡々ともうそれまでなんか溜め込んできたことがいっぱいあるから、はい、たくさん勉強してきたから、うんうんうん、今年の1年間で少しずつなんか、はい、まあ、整理っていうか、うん、アウトプットしていけたらいいなみたいな感じで思ってて、うん、でもあっという間に来ちゃったね。アウトプットできたかな。でまずラジオ始まって、あ、始まったね。あ、確かに確かに、一つかなと思う。うん、花さんなんかある？いや、私は目標をあんまり決めてなくって、毎年必ず決めてるわけじゃないんですけど、うんうん、はい、でもなんかやっていくうちに、なんか去年の自分と全然違うなとか、その、うん、なんだろう、1年前の自分とどう変わってるかなっていうのを最近からなんか考え始めて、大人になってから、うんうん、全然違うと思った、嬉しくて、うんうん、じゃあ来年自分ってどうなってるんだろう、逆にっていうのが、なんかそこの来年もっと変われてるようになりたいなとか、うんうんうん、なんかそういうちょっとわーんってしてるんですけど、うんうん、来年って30でしょ？そうなんですよ、ね、その節目といえば節目だよね。なのでなんかあんまり30って言われても全然ピンとこないし、うん、なんか年齢に合ってるかも全然、うんうん、なんかあやふやなんですけど、うん、でも見た目はね若々しいからさ、はい、20代前半ぐらいしか見えないでしょ。だからなんか精神年齢ももっとまあ上げていきたいなとか思いますね、うん。え、精神年齢は高いと思うよ。高いですか？だって部下、はい、後輩、はい、ちゃんと注意できるし。そうね、あんまり溜め込むのが逆にできなくて、そこがちょっとあれかもしれないです、はい、顔に出ちゃったりとか。あ、なのでそこのをまずどうクリアするかですね。怒ってるってすぐ分かるみたいなんですよ。うん、でもそっちの方がなんか付き合いやすいと思うけど、あ、なんで怒ってるのかなとか。そうそうそう、うん、結構言っちゃうので、うんうんうん、あ、なんか
言葉の使い方とか言い方もすごい大切だよなと思いつつ、うん、ねえ、でも伝えるのってやっぱりなんかこの難しいなって思ってて、ね、あの先週山内さんとも話したけど、うん、そのコミュニケーションがやっぱりこの一番難しいと思う、はい、なんでかって言ったらやっぱり青い空っていう一つの言葉でも何を指して言ってるのかっていうのは、うん、その人のその時の状況で変わる、うん、だから例えば私が今日すごいいいことあって青い空って見たら、はい、なんかもう晴れ晴れとした気持ち で、 そうですよね、何でもできるぞって、なんかスーパーヒーローみたいな気持ちある、うん、あったりする。でも悲しいことがあって青い空見たら、うん、なんで自分はこんな気持ちなのに空は晴れてるのって、なんかちょっとなんていうの、羨むようななんか気持ちになったりとかするから、はい、なんかそれってすごいなんかその人の置かれてる状況に応じてその言葉って変わるから、なかなかね、言葉って難しいよね。コミュニケーションはもう一生の課題だですね、もう本当にあ、ちょっとあの今週末、はい、あ、FM ギノワンの、はい、夏祭りね、私も、はい、あの浴衣着て参加したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。良い一日を。お疲れ様でした。お疲れ様でした。話が長くなり危なかった、危なかった、危なかった。ありがとうございます。ありがとうございます。なぜか足がつくか。暑いね。やっぱ暑いですね。ズボンが。